第13話、それは私のお稲荷さんだ。やめとこうか。いつもの公園に行く前に何かご飯を食べようと、子ウサギタウンを訪れた。なんか前回はかなりきな臭い展開になってましたけど、この子ウサギタウン。子ウサギ公園付近子ウサギタウン。しかしなぜか空いてるお店が一つもなかった。ここを潰して別の、なんか作ろうみたいな話なんだったっけ？おいしいおいしい、お稲荷さんはいかがですか？あ、はてな。うう。失礼。かい耳。なんだね、これは。うーわ、触りてー。そしてなんて平坦で美しいんだ。いや、やめとこう。あ、でも、来るじゃん、急に。今日は何と言っても返しの出来でして、それに今なら出来たてです。今が一番美味しいですよ。じゃあ、せっかくだし。毎度ありです。絶対これフォックスじゃん。え？このマークなんだ？あれ、フォックス正体の一枚いたっけ、この子。わあ、思い出せない。いた気もしなくもないけど。ああ、いや、今日は全然お客さん来なくて落ち込んでたんですよ。もしかして一つも売れないんじゃないかと思って胃が痛かったです。あれ、違うか。せっかく作ったのにそれじゃもったいないですし。そういえば人もいないし、全然お店も開いてないね。そうですね。この辺、もうすぐ再開発。ああ、知ってるんだ。俺は初耳って感じだよね、先生としては。どうやら噂によると、この辺に新しい地下鉄。へえ。この辺の商店街やら何やらを崩した上で地下鉄工事をして、そこに新しいショッピングタウン。何でしたっけ、確かタコさんみたいなマークの会社がそれを。タコさん。カイザーグループ。なるほど、カイザーコントラス、コンストラクション。それはもう社運をかけるレベルで大きな再開発をする予定なんだとか。あ、カイザーコーポレーション、ここにもかかってくるんだ。よりによってお店は閉店を余儀なくされ、住民の方の追い出しなんかも進んでるようで。まあ、私みたいにアルバイト生活の生徒にはもう雲の上の話。いなれ寿司を一つもらう。特にこのお稲荷さんについては腕に自信がありまして、同僚、友人や後輩たちもいつも喜んでくれました。ああ、話が逸れてしまいましたね。そうですね。せっかくたくさん買ってくれた方ですし、もう一ついい情報を教えちゃいます。お、先ほどのカイザーコンストラクションによる再開発のお話なのですが、どうやら取り消されるという噂もある。それはまたどうして？実はこの辺に、浮浪者の集団がいまして、結構な重火器で武装してるんですが、カイザーコンストラクションの方々が来るたびに騒ぎを起こしていて、工事がどんどん遅延してるんだとか。カイザーコンストラクションが、その浮浪者たちをこう制圧しているっていう名目にはなってるってことなんだ。そのバルキューレっていうか、カンナの式ではなくて。この子のこと、またピンク髪じゃん。俺、ピンク髪、わかんねえ。信じていいのかどうか。でも、美味しいご飯作ってくれる人って悪い人がいないっていう、そんな気持ちもしていて、でも、どうなんだ、この子。さらに、近くの公園でも武装したどこかの生徒たちが公園を占拠したとかで、バルキュリもいろいろと手を焼いてるようですし。ああ、それはラビットか。こんな状況では、カイザーコンストラクションも困ってしまっているという感じでしょうか。なんかよく知ってるね、君。公園の生徒たち。まあ、
あ、そろそろお分かりかもしれませんが、私おしゃべりが大好きなんです。そうね、いろいろ知ってるね君。お、何？近づかないで、びっくりする。もう一つお稲荷さんを差し上げますので、もし何かご存知でしたら教えていただけません？いやでも自分その神の視点で言えばもうこの子怪しくなってくるけど、先生としてはどうなんだ。ああ、特に教えられるようなことはないかな。ごめんね、私はあんまりよく知らなくて。まあでも先生としても普通教えないか、生徒のことは。そうですか、それは残念です。うわぁ、かわいいな。たまんねえな、この大きな耳が。いや、触り心地絶対いいって、これ。うわぁ。いや、いいな、この耳。ん？これもまたあくまで噂。その公園の生徒たちはどうやら、ああ、そうね。それが本当なら、相当な威力の火力器も持っているでしょうし、バルキュリが手を焼くのも当然かもしれません。とはいえ、なぜそんなエリートの生徒たちが公園占拠して生活しているのか。これは推測でしかありませんが、何かを偽造しようとしているのかもしれません。取り返しのつかない失敗でそうせざるを得ないのかもしれない。あるいは、わあ、夢を見ているのかもしれませんね。やっぱこいつ敵か。温室たちの花が見るような淡くて優しい叶わない夢よ。そんな夢に浸った生徒たちを導く立場にいる方はそりゃもう大変でしょうね。おお先生、そんなことないんじゃないかな。なるほど、それはどうしてですか。生徒たちの夢を応援するのは道行く側の義務だから。そうね、腕の鳴るところですかね。変な人ですね。やだ、なんか、何、みんなからこう変な人扱いされるの割といい感じなのよね俺。まあそういうかお考えもあるかもしれません。さて今日はそろそろ店じまいとしましょうか。お買い上げありがとうございました。うわ、このためだけにいたのか。ん、これは、そうか、まあそれはそれとして、わあ、あれか、君や君で、まあそりゃそうだよね、多分同じ学校の後輩ってことだから気になるよな。それでは今日はお会いできて嬉しかったです。また機会があればお会いしましょうね先生。あ、はて、なぜ先生と。お、いつもの公園。ん？うわー、みゆかわいいな、本当にこういじりがいがあるぜ。お、萌え、みゆ警戒するときはまず相手を見てからにしな。お、正しい、さすがだ。その顔は何？その顔は萌え。あ、さっき、どうも先生です。あ、また犬か何かって。やめてくれよ。そっか。それより、待って。先生、そのそっかってのは、なんだ、慣れたのか、それとも、ちょっとやっぱ寂しい？それより、どうしてここに呼んだ覚えはないけど。まあ、そうね。ん？あ、さすが、君の方が犬っぽくない？それは。いなり寿司。食べる？お、いなり寿司ちゃん、美味しそう。食べるの久しぶりだな。SRT の頃？あー。やっぱ、あれか、先輩作ってくれたのかな、その時も。多分これ食べて思い出すってパターンじゃない？よかったら食べて。ここに来るまでの間に拾ってね。あ、しまった。ミユに対してはそうなっちゃうか。これ腐ってないよな。いや。
匂い的には大丈夫そうだけど、あれこの匂いは、あ、気づいた、わー懐かしいですね。あ、SRT に先輩がいたんです。お稲荷さんがすごく好きな先輩たちが、うわーやっぱそうなんだ。え、じゃあその先輩たちともしかしてぶつかり合うこと可能性あるってこと？わーそうかな。てか宮子あれだね、俺にそういう昔話してくれるようになったね。へえ、心開いてくれてるんだ。ちょっとまああの一件があったからかな。先輩たち今頃どこに。そうね、ああ、あれなんか普通にいただくじゃん宮子。その後稲荷寿司を分け合いながらみんなにこれまでの話をいくつか伝えた。おう、どこまで話すんだ。再開発の件とか、連邦生徒会の支援は期待できない上に、あ、そっか、それもあったね。再開発による企業からのプレッシャーも予想されると。連邦生徒会については最初から期待していませんでしたが、思ったより状況が悪いですね。前回の大雨で装備周りは心もとないですし、これくらいの困難予想外でも何でもない。お？ちょっと待って。ミュールが、いや、そうでもないんだけどって顔してるけど大丈夫？銃弾がないなら素手でだって戦ってる。ああ、サキとかは多分、そうね、素手でいけるんだろうけど、ミュウはきついんじゃないかな。逆にこれでミュウが素手で戦えるぐらい強かったら逆にキュンときちゃうんだけど。物資はなくなって支援も来なくて攻撃は続いて、最後にはいつかブラックマーケットに疲れてひどい目に。安心しろ、沙織がいる、なんとかしてくれる。でも沙織も大変だな。さすがにそこまでの状況はならないと思いますが、先生もいることですし、何はともあれ火力が心配です。今の私たちでは生活安全局とすらまともに打ち合うところか。あ、そこまでか。少なくとも公園に配置するための機関銃とターレットの補修だけでも。ああ、なるほどね。お？あ、萌え。ここで、スペシャリストってわけかい。ん？補給のことなら？いや、なんかちょっと話が違うな。補給？あ、ん？第14話、物々交換。萌え、何かいい方法でもあるのですか？お金も口座も。っていうか、一番最初に派手に弾薬を消費したのはお前だけどな。確かに。いやいやいや、だからあれはあれで必要なタイミングだったんだってば。そっか。とにかく別にお金がないからって補充ができないわけじゃない。あ、まさか銀行？覆面？水着？弾？は？何言ってるんだ？あ、まあ、そうだよね。普通そうだよね。市民の民間、まあ、市民の安全を守るべき SRT が銀行強盗なんてするわけがありません。まあ普通そうだよね。そんな頭おかしい発想しないって。まあ、そうだよね。私が言いたいのは、物々交換。ある意味原点というか古典的な取引。貴重なものを渡して、その対価として武器やら弾薬やらもらうってわけ。え、でも、何があるんだ？私たちが持っている貴重なものといえば？焼肉、ああ、まあ、そうね。諸格好だっけ。まあ確かにあいつらだったらそうだね。え？大量のミサイルやら弾薬？水に浸かってダメになったといえ、それだけで原価がゼロになったわけじゃない。なるほど。団長の思いではあるけど、もっといい持ち主のところに行った方がいいだろうし。なるほど。ですが、買い取ってくれるんでしょうか。元は高価なものとはいえ、ほとんど故障状態か、錆びてしまった状態。え？なんだ？ブラックマーケットで武器を扱うカイザーインダストリー。あそこには傭兵たちから中古の武器に関する需要が絶えない。あそこならこういう錆びたミサイルでも何かしらの使い道を見出してくれる人はいるでしょう。はあ、
その分の代わりとしてカイザーグループのそこそこいい品質の武器をもらえばいいってわけ。なるほど。体調はいつも通りか。もしかして昨日ナポリタン弁当食べて食当たりとか。うるさいな。萌え、なんか頼りがいがあるな萌えって。まあとにかく営業所に電話してみよう。はい、こちら最高品質の武器をご提供するカイザーインダストリーでございます。どういったご用件でしょうか。久しぶり。お、私前にもいろいろ貸してもらった SRT 特殊学園の補給担当。え、ああ、あの時のブリップの。ちょっと待って、今回SRT のその物資ってそっから来てるの？それとも以前ご購入されたクラスター爆弾にも何か問題でも。もえ、いつそんな買い物したのですか。あ、もえ個人ってことか。なるほどね。あくまで使用の爆弾、自費だから問題なし。いや、そうじゃなくて、使用の爆弾って何。あ、ちょっと萌え、もう売る方ですか。当店では基本買い取りの方は。あ、そうなの。とはいえ何も聞かずに答えるわけにもいきませんね。まずお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。それがね、実はコンビニでは手に入らないような高級装備がいろいろ手元にあって。コンビニ誘導式対空ミサイル。ああ、まあまあ、いろいろとね。なんとそれら売ってくださるんですか。まあ若干錆びたりするんだけど多分大丈夫でしょう。なるほど。萌え、君もなかなかしたたかなところがあるので。はい、すいません、黙ってます。そういった特殊なものでしたら自由はいくらでもあると思いますし。はい、喜んでお受けいたしましょう。ちなみに代金については以前と同じ口座に振り込めばよろしいでしょうか。あー、そうか、口座使えない。え、でもこういうブラックマーケットものって口座に直接振り込んだりするの。現物と言いますと。ああ、なるほど、話の流れもうまいな。ちょっと休みの出会っていいからさ、威力の高い武器が欲しいんだよね。気化爆弾、白輪弾。ああ、お、武器の在庫は切れておりまして。おお、おい、いつもあんだけあるのに全部。はい、実は昨日匿名のお客様が全てお買い上げされまして。おお、なんか BGM でごまかされていると結構これ伏線じゃない。え、規模として戦争でもするつもり。そこまで、そんな大量に。ああ、エデン条約編と時系列としてはこれどうなってるんだ。あ、でもこれ3章が終わった後になんだっけ。いや、4章終わった後。あ、どっちだっけ。そっか、うまくいかないな。なんだその意味のわからない状況。いや、まさかね。ところでお前、あ、ところで萌えか、ごめん。ところで萌え、お前いつの間にカイダーインダストリーの VIP に、VVVVIP って読むの？これなんだこれ。そういえばいろいろと細かい計算が合わないことがありましたが、まさか萌えちゃん横領罪で逮捕。面白いな。まあ一旦置いとこうか。そうね。ああ、萌え結構あれだね、広く知ってるね。いるんじゃない？なめるな。最近のオークションでは武器や爆弾薬はもちろん、ハッキング機器からちょっとした野菜まで。そうね、いや現実問題は違うけど、きっと今すぐにでも爆弾を買わせてくださいってメッセージが確かにありそうだな。うわ、本当に来た。だって武器そんなね、全部買うようなやつがいるってことは。お、第15話。
ささやかで確実な敗北。お、買っていったのかな。まさかあの錆びたミサイルを欲しがる方がいるとは。なんだ、なんかブラックマーケットの武器も買い漁ってるやつがいるってことは、多分同じ派閥のやつなんじゃない。現金で、あいつなんか怪しいな。まあそうだよね。あ、企業に顔隠してるし、武器の状態確認とかもなし。え、この額で値引き交渉もなし。もしかしてその金偽造紙幣とかじゃないのか。ああ、顔バレする前にも全部買っていくってことか。っていうかさっき、なんで最初に注文するのが固体燃料とガソリン。こんなにお金があるんだからプラスチック爆弾でも買えばいいのに。 お前は爆弾でご飯炊きか。あ、なるほど。あ、それにそもそもヘリを動かすのに必要だろうが。あ、確かにさっきとか、確かに萌えも多分飛行機じゃねえや、ヘリ動かしてるもんね。火力あればあるほどいいってわけじゃないだろう。まずは機動力ってわけかい。戦場で一番大事なのは火力。あ、ミヤコ。これで戦力も多少ないとも回復することができました。しばらくは誰かが来ても撃退できそう。え、あ、ミユ、あ、違う、デカルト言ってるそばから侵入者じゃん。ん？え、待て待て待て。もう私のこと忘れたのか。っていうか、助けてと言っただろう。何？こいつの BGM 専用ってこと？なんか、いいな。羨ましいな。それで今回どうしたのですか？私たちは原則的に市民間の私的な紛争には介入しないのですが。ああ、まあそうなんだ。へえ。問題が起きたら、あの、背格好とかいうの仲間に、あ、なんだっけ。あ、諸格好か。諸格好？あ、諸格好？うん、まあいいよ、それは。悲しいことに諸格好の仲間たちはみんなバラバラになってしまった。まあみんな辞めてったもんね。そうね。バルキューレの公安局、惜しい。あ、お前たち、そういや、いい武器持ってるはずだったよな。公安局？公安局があんたたちみたいな不老者と喧嘩しに来るわけなくない？警備局の間違いでは？いえ、確かなのです。私はこの目ではっきりと見ました。まさかお前たちと共闘するなんて思わなかったぞ。見慣れない武器を持ち、私たちの聖書で暴れるあの狂犬？え、カンノ？それってカンノ？おい、その弾痕見せろ。え？この発火の具合、角度からして高度も高いし、これ殺光鉄鋼炸裂鳥類弾、撃たれた時分かるの、さすがだね。あー、なるほど。あー、それこそ共犯見て分かるか。え、新しい武器ってこと？あまり生産されてるものじゃない。個人の課金にしては高すぎるし、実用性も低い。C ってあり得るとすれば、カイダーインダストリーぐらいか。あー、さっきのあれ、買い占めてたうんぬんの話。大量に武器を買い占めたのはバルキューレ。バルキューレというか、あれか、カヤのあれか、もしかして。いや、カンナの部隊、どっちだ。資金的な余裕あるか。お、先生？あー、そもそもどうやらバルキレ全体として財政状況は良くないそうで、弾丸の補充にも一苦労。そういえば言ってたな、そんなこと。逆にそういう武器を買ってるから財政状況良くないとか言ってたのか。そうか、言ってたね。なんだかこのままではバルキレ警察学校の武装がまるで貧弱みたいに見えてしまう。まさか、ここが伏線か。しっかり忘れてた。いや、ちょっと考えようと。なんだ、たったま昼寝でもしてるかと思った。さっきさ、いいよね、そういうコートっていうか、なんか
刺してくるよね。起きてるに夢が見られるのはいいことだね。確かに。とにかくバリクラの件についてはご愁傷様でした。あら？ご愁傷様じゃない、君たちにとっても他人事じゃないんだぞ。公安局のターゲットは私だけじゃない、この周辺をパトロールして片っ端から追い出そうとしてるんだ。今ここに来たとしても何もおかしくなー来るんかい。あーデカルト、いやー来たわね。野生動物は危機に瀕すると最も強力な群れに群れにすり寄るもの。あかんな、ここにいたのか。歩き回る手間が省けたな。第16話リベート、リベートかんな、嘘だろ。バルキューレ警察学校の教官カンナだ。せめて公安局長と呼べ。嫌いなあだ名ではないが、そもそも私たちはあだ名で呼び合うような仲ではないだろう。公安局長、ここには何のご用で？自分たちの行いを理解した上でその質問をしているのか？市民たちが使うための公園を不法占拠し、地域社会に不安をもたらしている存在がいる。嘘を着て取り締まりに来ただけだ。とはいえ、ここにいていいって言ったのは防衛室長。まあ、そうだね。バルキューレの公安局長が浄化の命令に逆らっていいわけ？ん？何か勘違いしてるようだな。防衛室長がこの公園に滞在していいとおっしゃったことはない。ただ、貴様らの処罰を保留すると言っただけだ。あ？そうか？さらに言えば、公園の管理は防衛室の管轄ではありません。つまり私たちに立ち退きを要求することは正当である、そういうことでしょうか。なるほど。いい性格してんね、公安局長さん。ですが、公安局は直接？治安関連でしたら警備局の管轄なのでは？まあ基本的にそうだ。普通の状況だったらな。そうね、前回散々確かに。葉桜、言葉は慎重に選んだ方がいい。聞いたところによると、先日の雨でラビット正体の装備はほとんど浸水したらしいな。え？あ、そうか、先生は報告してるから、そうか、話言っちゃってるのか。中古品を売って新しい装備を手に入れたことも聞いている。しかし公園全体をカバーするには心もとないのではないか。あら、公安局は今回スポンサーの協力を得て大量の柿を確保した。カンナ、その顔いいね。貴様らがエリートだということは知っている。しかし数的優位を覆すかどうかは別の話だ。あ、いや、さあ早めに決めろ。おとなしくこの公園を去るか、それとも試しにその粗悪な銃器で戦いを挑むか。本当にやる気みたいだな。武器が足りなくたってあんたたちに一泡吹かせることはできるけど。ん？でも実際勝てるかな。どうしよう、みやこちゃん。私たちは、お、ちょっと待ってもらえる？先生、シャーレの先生どうしてここに？防衛室長から来ました。ラビット招待の待遇はシャーレに一任すると。しかしこれは別件です。先生の指示だとしても決定を覆すことはできません。高崎タウンの再開発はすでに決定事項ですから。あ、でもいきなり出ていけって言われるとちょっと困っちゃうし、少しでいいからみんな考える時間くれないかな。時間ならこれまで十分あったかと思いますが。お、いいでしょう。先生には借りがありますので今日は引き上げることにします。しかしいつまで放置することはできません。ざっくり計算して今月末まで。そのタイミングにまだこの公園にいるようであればこちらも武力行使せざるを得ません。
ああ、私たちにも守るべきラインがありますので。なるほど。撤収。カンナ、ありがとう。だけど困ったな。いや、カンナ、辛い立場だな。おお、何？前回もシャーレありきだったのに偉そうに。まあ、そう言わないであげて、とは言えないか。ですが、武装が強化されていたのは事実のよう。もうあれはカイザーインダストリーの銃器で間違いないですか？あ、そうなんだ。にしても、本当のケチなバルキューレがどうしてカイザーのを変えたんだか理解できないね。スポンサーってことはカイザーか。あ、リベート？リベート？割り戻し？払った分の一部は返ってくるやつ？たとえそうだとしても、カイザーインダストリーの何の得があってバルキューレに？まあ再開発ってこと？推し進めるために。考えてることをラビット招待のみんなに話してみた。うん。なるほど。あ、でもラビット招待の面々賢いだろうから多分分かってくれるだろうね、話は。コウサギタウンの開発を手掛けているカイザーコンストラクションは武器を扱うカイザーインダストリーと同じ系列会社。うん。資金の移動は比較的簡単。もしカイザーコンストラクションがコウサギタウンの開発によって得られるであろう利益をカイザーインダストリーが事前に武器として還元することで公安局へ流していたら。お、ミヤコ、いい感じにまとめてくれるじゃないか。公安局はその武器の対価として古い者たちを追い出せばいい。それ違法じゃないか？確かに。市民に奉仕すべき警察学校が市企業のために働いているわけですから。警察と企業を結託して市民を攻撃とか、とんでもねえことしてんな。意味わかんないよ。私たちも何とも言えない立場。SRT 特殊学園はなくなったんだ。いいじゃないか。もちろんまだいろいろと推測抜きだけど、そうですね。公安局が本当にカイザーインダストリーと取引をしたのかどうかも分かりません。バルキリの記録ってことは多分ローカルサーバーでしょ。外からのハッキングは無理っぽいな。あー、そっか。ネットワークはつなげてないから、何か決定的な証拠。あれ？なんか、ボリューム1のアビドスの時もなんか同じようなことあってんのなかったような。ミヤコ？おお、バルキューレに潜入すれば取引記録あるのではないでしょうか。やっぱそうなるか。ミヤコ、お前正気か？バルキューレの本館ってことだろ？あの要塞何百人いると思ってるんだ。ちゃんと支援があっても難しいんじゃ。今の私たちの力じゃ多分。普通に通報するってことっていいんじゃないの？ああ、なるほど。警察の問題を警察に？確かにどっちもバルキューレだったわ。バルキューレでトラブルがあった時、これを調査する上位機関となると SRT のはず。ああ、そういうことを SRT を閉鎖させるって。ピピピピピーンってこう繋がってきたね、話が。うわ、気持ちいい。いや、気持ちよくないけど。確かに、そういや、そうだね。私でやるしかないか。じゃないと、他に誰も解決できない。でも、いいのかな。そうなんだよね。SRT 特殊学園自体ももう、事実上ない扱いされてるしね。お！君たちがそう信じるなら、先生！先生？いってらっしゃい。いざという時は責任取るから。できるだけ怪我がないようにね。うわ、いや、かっこいい。うわ、おっ、変な人ですね、と。来たわけですよ、ここで。いやー。ははは。
わあ、ミュウの笑顔が眩しい。ですがおかげさまで決意は固まりました。私たちは SRT 規模都市におけるコミット犯罪行為に対し真っ先に投入される特殊部隊。秩序維持のため犯罪者を速やかに制圧し、可能な限り全火力を瞬く間に投下。ん？それは違うぞ。気づかれる前にその場を去る。え、ちょっと待って、なんか君たち違くない？まあいっか。バルキュレが指揮業と結託し不法行為を行おうとしている。その可能性がどれだけ高くても正規の手続きでは解明できないでしょう。まさに SRT として介入するべき任務です。皆さん作戦準備を。これよりバルキューレの公安局の違法リベートに関する証拠を確保するためクローバー作戦を開始します。おーおー